台湾におります。今日はですね、ちょっと台湾のバレエショップに行ってみたということで、こちらにやってきました。果たして台湾のバレエショップはどういう感じなのか、なんか激安商品が揃っているらしいので、ちょっとあの台湾のバレエショップ事情をお届けしたいと思います。台湾の原宿と言われる場所にあります。1店舗目行ってみたんですけど、ちょっと店内撮影禁止だったのとあまりいいのがなかったので、実はこちら2店舗目になります。舞踊用品が扱っているところですね。しっかりとバレエ用品もあります。こんな感じで見ております。レオタードはこの箱に入ってまして、子供用と大人用サイズ別に分かれてありました。ザ掘り出し物っていう感じのがいっぱいありました。試着してます試着も終わり、いざ購入。だけど現金のみでした。あのですね、まさかこちらのバレーショップにてあの購入しました。開封したいと思います。激安だったね。ポイントチャンネル、はい、ということで帰宅しまして、はい、あの帰宅というのはホテルに戻ってきまして、買ったものを、はいご紹介したいと思います。ではまずすごいことになったちょっとあの可愛いかって言われたらちょっとわかんないんで、まあ、まずね、普通に、はい、はい、まずこちらが、はい、これいくらでしたっけ。こちらレオタードが520元でございます。520元だから、それはまあかける525500円くらいです。え、すごくない。割と2個 の, あのパターンね、可愛いよねこれね、うん、結構可愛い。ニコキャミ可愛くない、うん、あとシャーリングちゃんと割とツルツルだよね、後ろにね、こうやってちょっとそうシャーリングがここができる、そこはついてるあの M と L あったんだけど、私たちで M サイズでいいかなみたいな感じでした、うん、そうかも。結構ちっちゃめ、こちっちゃめですね。シンプルレオタードゲットこれないとすぐもう始まらないよ安いよね、2500円だ。どっちからいきますか。え、じゃあ上からいきましょう。え、じゃあトップスか。トップス一応さ、上にね、あのまあ可愛いんだけど、まあ上にね、なんか半袖とかなんか羽織りたいみたいな感じ。一応ファッションなんだ。とっても可愛いこちら。え、レオパード柄。こちらの逆ですね。こちらです。はい。はい。あ、可愛いじゃないですか。どうですか。これアリちゃんが昨日着てた服と一緒ですよ。なんかこれ一択って感じで、愛ちゃんがあったよって言ったやつこれえ、これは何元でしたっけ。350元ですね。350か。なので、まあ、1800円ぐらい安いよね。でもなんか似合いそうじゃない。似合いそう似合いそう、かわいい。もうちょっとあの細かい表がいいなと思ってたんだけど、まあ、これしかない。まあ可愛いよね。可愛い可愛い。まだあるんですよ、はい。なんと下はい、じゃららら、ってる、かわいいじゃん、これかわいくない、これ巻きスカート、これキラキラ加減わかる、これあのめっちゃキラキラしてんの、こんな感じ。そう、巻きスカートなんだけど、なんかねボタン式なんだよねこれ。そう、こっちにここにボタンがついてて、止める式です。ちょっと大きいかも、だから履きたくなる。うんうんうん、まあそれはそれで、めちゃキラキラで可愛いです。こちら300元ですか、うん、じゃあ、1300円ぐらいです。はい、にしては安かわじゃない。いくらですか。5600円。でもレオタード1枚も買えないよ、日本だったら。まあ1枚買えてもレオタードまあそう、買えても1枚ぐらいというようなので、全身コーデができますね、こちらで。でもこれちゃんと着れるのっていう。まあ確かにね。でも生地的には、これ結構厚いな。してみたいと思います。では、それではファッションショーの始まりです。テーマ、台湾のバレエの先生、アリサです。どうぞ。台湾。
あのもしかしたら掘り出し物が見つかるかもみたいな感じで、可愛いのはいっぱいあった。あったね、またかな。なんかね、そうお店結構舞踊舞踏用品、舞踊用品、そうだね、いろんなのあったね。社交ダンスじゃない、そうなのとか、あと新体操とかなのかな、とかいっぱいあったりとか、あの最初に行ったあのレショップはマチャコットとか普通のちょっと高いけどね。うん、あとは普通になんかね、790件とかのレオタードとかも可愛かった、普通に、あの見たことないデザインとかのもあったけど、まあ、私たちは限られたあの金額を購入しているってこともありました。そうそう、あとね、現金しか使えないんだよね。あ、そう、ここの店は、そう、ここの店は、そう、なので現金を下ろしていくといいですよ、皆様。ぜひ台湾に行った際はちょっと行ってみるのもありかなって感じです。はい、はい、ということで本日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしてます。以上、ポイントでした。